1992年の初代の登場から WRC の最前線で戦い好成績を収めてきたインプレッサ WRX、 象徴ともいえる水平対向エンジンを受け継ぎラリーカーとして確固たる地位を築いてきたこのマシンの最新モデルがついにベールを脱いだ。はい、先日ですねニューヨークのモーターショーで WRX コンセプトが発表になりましたが、今日はですねこの現行モデルをベースにですねどんな風になるかを予測で言ってみたいと思います。英知最速と謳われるラリードライバー新井俊博、インプレッサ WRX をドライブし PWRC で2度の世界チャンピオンを獲得、今シーズンも IRC に参戦し WRX を最もよく知るこの男が新型を切る。世界の新井、新型 WRX 実力予想。まずはエクステリアから。はい、WRX コンセプトですが、実際ですねこの今現行車と比べますともっとワイドになります。で、屋根も10センチ近く低くなります。あと全長はちょっと短くなって、コンセプトカーとしても全くこの車とは違う形のすごくローフォルムでかっこいい車になってますが、実際あそこまで出た時にかっこよければ私はすぐ買いますっていうのがですね、このインプレッサのコンセプトが前に出た時もですね結構ワイドでローフォルムですごくかっこよく出たんですけど、実際発売されるとこういう感じ。あそこまでやるのはちょっと難しいかなと。実際のところ関係者筋の情報によりますとですねかなり格好はいいという話は聞いてます。でもう実際テストはしてるんですが、この車よりももうちょっとシャープな雰囲気というので、この車って全体的に少し丸みを帯びてる感じがすると思うんですけども、もうちょっとこっちに近い感じのシャープさかなと。こっちは結構エッジが効いてるラインなんですね。なのでこっちに近いような感じでもうちょっとまとまってるという、すごく形はかっこいいという話はしてました。続いて様々な噂が乱れ飛ぶエンジン。はい、続いてエンジンです。こちらがですね現行の今2リッターターボ EJ20 というエンジンですね。もうこれは長いですね、レガシーから使ってますんで、もうかれこれ20年近く使ってるエンジンで、こちらがですね FB16 といいまして 1.6 リッターのエンジンです。でですね、現行が2リッター、新しいインプレッサが 1.6 リッターで、次の WRX コンセプトは皆さん 1.6 リッターターボという話をしてますが、関係筋によるとちょっと違うかもしれません。エンジンは 1.6 ターボじゃない？じゃあ何が乗るの？というのがですね、まあ、私住んでるのが群馬県なので、群馬県の働いてる方はいっぱいいますので、特にエンジンを作ってる大泉工場の従業員の方々が言うには、今 EJ20 のエンジンを作ってるのは熟練工しか残ってなく、そのために交差ゼロでエンジンが作れると、もう抜き打ち検査もなくですね完璧なエンジンが作れるという情報を得てます。とするとですね、そのエンジンが乗る可能性も十分にあるのではないかなと。新井曰く、つまりエンジンは現行と同じ EJ20 ターボになる。やっぱりこれ20年も使ってますと毎年進化してるんですね。毎年ですねコンロットが強くなったり、ピストンが強くなったり、シリンダーが変わったりとかですね、本当に進化してるんです。でこのエンジンはですね、実はターボを大きくするとすごく力が出るんですね。実はなのでチューニングベースとして考えた場合は、1.6 のそのまだ生まれたてほやほやのエンジンが来たとしても多分ちょっと難しいかなと。今ですねグロンバールスタンダードレーシングエンジンといいまして 1.6 リッターターボがですねすごくその WRC の世界でも WTCC でもみんな使ってるんですが、あれほとんどですねそのメーカーがかなりの開発をしてあそこまで作ってますね。なので出来立てのエンジンをあそこまでするのって結構やっぱり難しいかなと思いますので、私個人的にもですねやっぱり2リッターターボのこの EJ20、 熟成された EJ20 で力をかなり出せるかなという期待でいっぱいでおります。最後は運動性能を左右するシャーシ。はい、次は足回りですが、WRX ということでですね必ず4駆で出てくるかなと。まあ、現行はですねフロントがストラット、リアがマルチリンク、まあ、ダブルビッシュボーンなんですけど、このサスペンション形式っていうのは今のインプレッサとかBRZ とか全てこのタイプなんですね。フロントがストラット、リアがダブルビッシュボーンなので、次の WRX も多分このタイプでいると思います。っていうのがですね、今これ普段競技とかで使っててもですねもうかなり煮詰まってきてまして、どこが悪い、どこが弱いとか、どこが強いも全部大体もう富士重工さんも分かってます。なのでサスペンションを大幅に変わることはないかなと。でですねコンセプトは、まあホールベースが10センチ長くなって結構フロントタイヤが前に出てるような写真にはなったんですが、
このスバルの四輪駆動というのはですね、基本的にシンメトリカル AWD といいまして、左右が対称なんですね。なんでエンジンがまっすぐ乗ってて、その後ろにミッションが来る。で、重たいものが低い位置で後ろの方にあるってなってまして、トランスミッションからですね、ここにドライブショットが前に出るんですね。その位置があまりにも前輪が前ですと、この位置が本当にこんな前であるとですね、ドライブシャフトの向きがすごくきつくなるんですね。なので基本構造的にそのタイヤをあまり前に出すのが難しいかなと。タイヤが前に出ればエンジンもミッションも一緒に前に出てしまうような、そういう構造なので、まあホイールベースがまあ10センチ長いと言ってたんですが、そこまで長くはいかないかなと。ただホイールベースが長くなってトレッドが広くなるってことはですね、コーナリング速度は格段に上がってくるかなと。でもっとあの安定感のある四輪駆動の走りが皆さんに楽しんでもらえるかなという期待はあります。では現行 WRX の走りから新型を読む、まずですね、この、現行の WRX は先代の GDB というタイプの4枚ドアのインプレッサーから比べると車的に大きくなってます。でやっぱり重たさもあるんですけど、その分タイヤの履ける大きさも大きくなってますし、サスペンションの作りが違うので限界も上がってるのは確かなんですね。なので、まあ、一般の方が乗るって走るにはですね、こっちのタイプの方が断然速いかなと。それでいてすごく安全な車にはなってるのは確かです。ただですね、結構チューナーさんレベルが攻めて、車を作っていった場合はですね、やっぱりどうしても重くなってきている分、大変な部分ってあるんですけど、今の段階では結構サスペンションも煮詰まってきてて、車の方もですね、軽くも作れるようになってきているので、昔のタイプよりは全然速くなっているのは確かですね。まあこの車は結構ですね、ボディをやってあるので、ボディが柔らかいような感じが全くないので、結構ハンドル切ってもすぐパッて動いてくれるんですけど、やっぱり最初この車をラリーで使おうとした時にですね、車のボディ剛性が少し足りないと言いますか、特にフロントが柔らかい感じがして、そこのセッティングを出すのが結構難しかったんですけど、かなりその辺を重点的に車のチューニングをすることができたので、今は乗りやすくなってます。最初もセッティングが出る前はですね、結構車がアンダーステアが強くて、やっぱりギアのグリップが強いので、特にリアがダブルウィッシュボーンなんで、かなりリアの接地が強くなっているので、その分ですね、関節も多いので結構ブッシュをねいっぱい使ってたんですね。でそこがですね、等変化が多すぎてですね、車の挙動が安定しないんですね。特にトーイントーアウトがですね、すごく出てしまうような車になってたんで、その分ですね、車の運転がすごく難しくて、何をやっても車が安定方向に動いてしまうという感じの車で、かなり難しかった思いがあります。それがですね、今やっぱり足回りとかをですねかなり変えてきて、踏ん張りというか踏ん張り曲がりながら、ダイレクト感も出てですね、好き勝手に車が横にしたりとか、縦にまっすぐ動かせたりとか、いろんなことができるようになってきたので、その点では強いですね。では世界の荒井のキレキレの走りをご覧ください。新型のベースとなる現行インプをチェック。まずこのシャーシというかボディなんですけども、まあこれ 1.6 リッターのオートマなので、単純にそのダブルレックスと比較はできないですが、シャーシはですねすごくしっかりしてますよね。サスペンションのこの突き上げとか、
あとはその不快な動きといいますか、そういうのがほとんどない感じですね。でも全体的にやっぱり安心感があるといいますか、シャーシがすごくそのドライバーを包み込んでくれて不快な動きがないので、多分これはですね、普通の人が乗ってもすごくよくわかるかなと思います。すぐ乗った瞬間にですね、ちょっとこれ段差を越えたりですとか、このぐらいの時速で6、70キロぐらいでこういう何メートルでこういう風になったとしても、そういうところですごく車がしっかりしてるなというのがわかるかなという気がしますね。あとエンジンもですね、これ 1.6 リッターなんですけど、すごくあのアクセル踏んだ瞬間のこうにレスポンスも良くて、自分がパワーが欲しい時にスーッて出てくれるし、まあ、スポーツエンジンじゃないですけど、全然これで十分、こんな山道みたいなとこ走っても十分楽しめると言いますか、十分な力がありますんで、これはこれでありかなと。それであとスバル独特のですね、シンメトリカル AWD ですよね。これはですね、やっぱりこういうところで特に進化を発揮する気がしますね。ハンドル切ってから反応するのも早いですし、そのやっぱり左右のバランスがいいので、右左のコーナリングで車の感じが違うようなところもないですし、やっぱりその辺でですね、このシンメトリカル AWD はやっぱりすごい画期的な感じですかね。限界を知るため徐々にスピードアップ。でもこの CVT がよくできてますよね。極端にキックダウンするわけもなく、でこなんかは今これ110キロぐらいですけど、この状態で入っていっても全然この破綻次第でこう、ね、ピタピタっていきますから、ね、サスペンションのストロークも長いんですね。だからこれだけ安定して走るんでしょうけど、こんな柔らかい足なのにロール感があんまりないのっていうのは、やっぱりその低重心とか、そのボディ剛性の高さですとか、サスペンションのジオメトリの取り方ですとか、その辺がうまくバランスされてるでしょうね。だ次の WRX はこれを元にして多分作ってると思うので、もっといい車になって出てくると思いますね。これで速くてスポーツカーになるので、もうすごく期待できそうな気がしますね。はい、今日はですね、この現行の WRX とインプレッサとですね、2車種乗りまして、いろいろ比較をしました。でですね、次期 WRX は多分ですね、この車のいいとことインプレッサのいいとことうまくですね、これミックスして、出てくると思いますので、ぜひ皆さんご期待ください。私も期待してます。15さんお願いします。新型がどんな形で世に出てくるのか期待しよう。